こんにちは、ヘアカラリストのカナベです。前回の動画でですね、クリアの使い方を解説したんですけれども、クリア使ってないからどこのがいいですかっていう相談を受けましたので、紹介したいなと思います。で、いろんなヤクザを使ってきたんですけれども、その中で一番質感が良くなって、いいって思ってるものがあるので、それを一つ今日薬剤として紹介したいなと思います。今日僕が紹介するのはフィオーレってメーカーさんのですね、クオルシアってラインがあります。それのゼロクリアですね、こちらのものになりますね。はい、これが僕一番今気に入ってます。で、なんで気に入ってるかっていうですね、っていうのももともとフィオーレさんの BL カラーってラインでクリアっていうものがあるんですね。これもすごくアルカリが少なくって質感が良くなるのでよく使ってはいたんですけれども、新しいこちら最近発売されたんですけども、こちら分子量の小さいケラチンが入っていたりとか、そのボンド的な役割をしてくれるので、すごくケア成分が高いっていうのがポイントになります。で、このお客様っていうのはやっぱ大人の女性の方が多いので、やっぱりエイジング毛だったり髪が細くなってきたりとか、傷みやすくちょっと髪質の変化で悩んでらっしゃるお客様っていうのは多いんですよね。そういう方に対してはやっぱ低アルカリのものを使ったりですとか、プレックス系のものをいろんなものを使ってケアをさせてもらうんですけれども、単純にカラーリングをすることで質感が高まるんだったらもうすごく喜んでくださるし、僕もやってていいなって久しぶりに思ったクリアです。新成分、根元の薬剤に関しては関係ないかなと思うんですけれども、毛先の薬剤ですね、基線部に関してはやっぱりクリアとかうまく使っていくとダメージっていうのをぐっと減らすことができるんですよね。で、理想なのは低アルカリだったりとか P アルカリのすごくアルカリが少ないもの、基線部専用のものを使ってあげるっていうのが理想なんですけれども、在庫の関係でどうしてもアルカリカラーしか置いてないサロンっていうのが多いと思うんですね。なのでその場合はオキシをアルカリキャンセルってものを使い分けていただいたりですとか、今日紹介したクリアとアルカリカラーを混ぜることでアルカリの度合いを下げることができます。ダメージ少なくカラーをお客様に継続して提案することが可能になりますので、クリア、基線部に僕めちゃめちゃおすすめです。暗くならないように、例えば10とか12とかそういうのを使ったら色薄いから、そういうのを使ったら別に問題ないじゃんと思う方も多いと思うんですけれども、大きな違いはアルカリがすごく多く入ってるってことなんですね。12で、色は暗くならないけどもお客様の髪に与えるダメージっていうのが全然違うんですよ。で、例えば8番とクリアを混ぜて10ぐらいの濃さにしたものと10を使うだけだったらダメージ、質感全然違います。どちらを使ってもその日の仕上がりはあまり変わらないかもしれないんですけれども、1年後2年後繰り返していった時の髪の質感っていうのは全く違います。髪の体力っていうのは決まってるんですよね。これがだんだん減ってくるとパサついてくる、切れ毛になる、枝毛になるんですけども、だからこれをいかに減らさないかなんですよ。毛先10番12番13番、明るい色を使ったら確かに暗くならないです。で、暗くならないのは美容師側の保険だと思うんですけれども、それをクリアともうちょっと低い番号に置き換えることでいい状態を保てるっていうことが可能になりますので、サロンワークでいろんな薬剤の使い方があっていいと思うんですけども、僕はやり方の一つのバリエーションとしてですね、今日紹介したクリアの使い方っていうのをですね、参考にしてもらえたら嬉しいです。ヘアカラーの失敗を世の中からなくすっていうコンセプトで僕活動してるんですけれども、いつでも何歳からでもヘアカラーが得意になれる髪トレドリルっていうものをですね、毎月2回配信しております。で、美容師としてブランクがある方だったりとか、時短勤務だったりとか、なかなか勉強の時間が取れない方もいらっしゃると思うんですね。カラーの勉強をし直したい方も多いんですけれども、そういう方に向けて1日5分でヘアカラーの勉強が可能になりますっていう内容が髪トレドリルになります。で、詳しくは概要欄に書いてありますので、そちらからぜひ申し込んでください。で、毎月マンスリーセミナーっていうのを Zoom でオンラインでしてますので、カラーの勉強をより詳しくしたい方はですね、概要欄からそちらもご覧になっていただいて、ぜひ参加してください。この話をまとめると、クオルシアのクリア、こちらはすごく、質感が高まって、現在でクリアが僕の中でベストワンですね。いろんなメーカーさんのものがあるので、これじゃなきゃダメってことは全くないんですけれども、どれ使ったらいいのっていうご質問を多数いただきましたので、紹介させていただきました。非常にこれコスパもいい薬剤になりますので、ディーラーさんにちょっと相談してみたりとか、サンプルをもらってみたりして試してみてほしいなと思います。他のメーカーさんのクリアを使っても薄まるっていうところでは同じですので、安心して使ってください。ただ質感を良くしたいならこれが一番いいかなって僕今感じてます。ぜひ参考にしてみてください。で、今日の動画が参考になったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ですね、また次の動画でお会いしましょう。